春風亭一之助は、落語協会所属の落語家。千葉県野田市出身。本名、川上俊一。出林は、薩政。門は、中影光林図だ。血液型 A 型。など、自身の新内昇進はツイッターで知った。落語協会のホームページに掲載された情報をどこの、誰か知らない人がつぶやいていたのを偶然目撃。 夜の仕事で一緒だった師匠の春風亭一長に、尋ねたところ、一長も知らないという。落語協会に電話するため一長が、携帯電話を取り出すと充電が切れており、慌てて充電し電源を入れてみると着信が五六件、あり、すべて当時の落語協会会長、柳谷小三次からの一之助ばってき新内昇進の連絡であった。最後の方は、一長さん、いいの と言っていたようである。ガマの油、青菜、分七玄血、時そばカサゴ、三軒長屋、堀の内、丹命、百年目、加賀の千代、茶の湯、三井の大黒、カボチャ屋、あくびしなん、にみ返し、新聞記事、お見立て、柳田格の神大書屋、小別れ、猫の災難、浮世床、ネズミ穴、文違い、普段の袴。 やぶいり、しんがん、すずがもり、ちはやふる、にりばんせんじ、よりあしゅ、ももかわ、ねずみ、ネズミトクちゃん、五人回し、月馬、アワビのし、夢見のはちべ帯九、初天神、花見のあだうち、いじくらべ、たいむやく、その釘、中村中むありがとうございます。